る中野のブルチャンネル。はい、ありがとうございます。今ね、今日はね、化粧してるんでちょっとおかしいんですけども、実は、LA のスケバンの第3弾のイベントが終わった後に、これ試合終わって今すぐなんだけど、ホテルの部屋に帰ってきました。そして、みんな今日帰る人もいるし、明日も帰る人もいるし、明後日の人もいるんだけども、その中でちょっと時間があってどうしても今日撮れるっていうことで、ゲストに来ていただきました。スケバンのメンバーです。それではご紹介しましょう。スケバンの、リングネームでとりあえず紹介します。アトミックバンシーです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。アトミックバンシーです。なんかこの言われ方慣れないですね。そうだよ。私かなみたいな。まず3回目だもんね、はい、このイベント自体がね。本当は、日本ではラム会長っていう名前で、活躍していて、とりあえずまずはね、ラム会長のこともあと、まあ、アトミックバンシーのことも、みんなも多分あんまり、全長のね、ファンの方、ブルチャンネルのファンの方、知らない人もいると思うので、いろいろそんなこと知らないのって思うこともいっぱい聞かれるかもしれないけども、はい、教えてください。お願いします。はい、まずは今日3回目の、はい、スケバンの試合終わってどうでした？いや、もう相変わらず会場もすごいですし、もうスタッフの数もすごいそうだったね。し、なんか、もうなんかアメリカンドリームとはこのことかなとちょっと感じてしまうぐらい。本当、やっぱ日本ではなかなかあの空気感はないですよね。うんうん、そうだよね。はい、そっか。じゃあ日本とは全然違う状態で試合をしてて、いいの、いい感じなんですか？まあ、そうですね、お客さんの声がやっぱり日本人っておとなしいなって正直感じてしまうぐらい、アメリカ人ってすごい歓声をね。そうだよね。だから、まあ、やってて気持ちがいい、これが一番ありますね。楽しもうって思って初めから来てくれてる人たちだよね。こう、あらを探そうなんて思ってる人は全くいなくてね。はい、お金払った分楽しみますよみたいな、なんか逆にこう盛り上げてくれる、なんかお客さんが先行みたいな感じだよね。本当にそれは感じますね。本当に。1回目の初めスケバン出た時もいきなりドッカンって湧いたじゃん。はい、あの時はさ、湧くかどうかも分かんなかったじゃん。いや、確かに。その時はでも湧いたでしょ。はい。どういう感じだったの？あ、なんかその時は自分もまだそのアメリカで試合をすることにそんなに慣れていなかった時ですし、キャラクターも違う、ラム会長ではなく、ね、アトミックバンシーちゃんでやるってなると、もう本当に不安というか、未知の世界だったんですけど、なんかもうそんなの関係なく盛り上がってたから、ああ、やっぱニューヨークまで来たかいあったなって。あ、本当に。やっぱ初めは不安があったりとかしたんだよね。まあ、そうですね。なんか不安というか、なんかもう未知の世界に踏み入れる。その、スケバン自体がその、日本人メンバーですらどういうものかあんまり分かってない、ね、中で手探りで、もうメンバー全員で手探りでやっていたので、あ、これがスケバンかっていうのを私たちプレイヤー自体も感じた大会だったんですかね。本当に。そっか。絶対私はもう枠の分かったし、はいはい、もう何にも心配いらないと思ったんだけども、心配するとしたらお客さんが湧きすぎちゃってこうおじけづいちゃう、どうすればいいのみたいになるのが一番怖いなと思ったんだけど、ある程度何回かね、アメリカに参戦してる人たちもいたから、そこの辺はもう任せて、でもさっき言ったみたいに手探りって言ったんだけど、しっかり手探りしてたよね。本当に。よかったね。いや、全員がやっぱりね、ちょっと、もう、新しいものを作るってこういうことかって、皆さんやっぱフリーランスであったりとか、いろんな団体を経て今があったりとかって、選手が多いと思うんですけど、一から団体をまたやるってなかなかない機会なので、そうだよね。すっごい面白い機会だなと思いますね。なんかスケバンのスタッフ自体も、あんまりこう、こうしてくれ、ああしてくれってことをすごい言わない方なの。だから、多分それが選手同士の結束というか、決断力の強さに多分なっていったんじゃないかなって。今一番3回目で
いい感じで出てきてるよね。いや、そうですね、やっとそのスケバンというものが形になってきたっていうところですかね。そうか、いやもう選手もそうやってみんな一人一人が感じてるっていうのはすごく良かったんで、私がね一番初めにその、まあ、日本での、ね、試合は見たことなかったから、あのアトミックバンシー見た時にすっごいあのパワーがあるなと思った。 見た目に嬉しいですね。あの本当に実際すごくね、身長も146センチ、46なんだ。50、そっか、ないですね。え、あのとってもそんな小さくて小柄なんだよっていうものが全くもうみじも感じないぐらい、もう出てきた瞬間にあの、まあ、日本でずっとねやってたキャリアもあるかもしれないけども、これがあのアトミックマシーですみたいな、もうなんて言うんだろう、すっごくこうなんつうの、いい具合にわがままな感じを出してて、で普通は、まあ、全身のねあの化粧したりとか髪の毛やってて、この全身でバーッと見せて人が湧くんだけど、お尻というか後ろ姿でそれでもこの人を表現してるよっていうのが本当に彼女だったの。嬉しい、それは本当すごかった。ありがとうございます。だからあの実際に会った時の身長っていうか小さいのしてたから、よくここまで表現したなと思って。ありがとうございます。入場とかあのパフォーマンスめちゃくちゃ本当に飛び抜けてると思う。ありがとうございます。これは私はもういつも思ってるのは、うんうん、お金が取れる入場をしたくて。おお、面白い。やっぱ自分は体が小さいので、うんうん、プロレス的にはかなり不利だとは思うんですけれども、うんうん、そしたら何で見せるって、もちろんプロレスでっていうのは当たり前ですけど、うんうん、やっぱそしたら入場でお金を取れるぐらいの選手になりたいなと思って、うんうん、やっぱそこに注力してましたね。あ、本当、それはもう前からなの？日本に入場でもそうですし、やっぱアメリカは特に、うん、やっぱもう入場にもうすごい皆さん、それこそ WWE だったりとかもうすごいじゃないですか、うん、お金のかけ方が、うん、やっぱそれぐらい大事なものだと私も思っているので、うん、はい、そこはすごく考えてた、嬉しいです。いや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 、そこまで考えてる人がいたんだと。入場でもお金を取れるレスラー、これすごいね、このフレーズね、すごいと思う。いや、あの入場だけすごくて試合がダメな人とかも いたりともするんだけども、またね試合がすごいの。試合がすごかった。あのなんか弾けるような、体が弾けるような、あのなんつうんだろう、見せ方というか、とにかくもう全てを耐えたりしてるっていう感じだったね。見ててすごくすっきりしたの。そうですね、やっぱ体がさっきも言ったように小さいので、うん、もう全力ででかい人に当たりに行かないと、うんうん、もうそのプロレスの良さも伝わらないですし、うん、ひるんでたらね始まらないのでね、うんうん、はい、頑張って日々試合してます。あ、本当にあのもう本当に捨て身のように飛んでったり、うん、あとやられる時だって思いっきりやられるじゃない、はい、あんまり怪我しないの？怪我はそんなすごい大怪我っていうのはしないですけれども、やっぱり大きい選手と試合をするとなると、うん、大体がもう女子でも自分より倍以上の体重なのでそうするとやっぱ次の日すごいめちゃくちゃしんどいみたいなのはありますね、正直。膝とかは平気？その膝は大体みんな平気です。あ、よかったね。はい、あ、本当。あの聞いちゃっていいのかな、体重っていくらでいくつなの？いくつ体重は42キロぐらい。42キロ、はい。あ、じゃあ、筋肉質だね。あ、そうなんですかね。ねだからなんかよく30キロ台とか言われるのに、うん、全然もうなんかちょっとでも油断したらすぐでかくなるので、うん、あの大きくなる方なの？なります。なのでこれを割と保ってる感じですね、うん、保つためにトレーニングしてるっていう、まあ、ジムにもちろん行ったりとか日々練習もありますし、うんうん、ね、節制もしたりとか食事とかも、はい、一応気をつけてます、ね、うん、あの一応ラム会長でもアトミックバーシーでも年齢は公表してないのか、はい、あ、日本でも公表してない、はい、あ、そうなんだ。じゃあ、まあ、節制してるってことは、まあ、そんなに、ね、暴飲暴食とかお酒でもそんな飲まないっていう感じ。うん、そうですね、でも食べること大好きなので辛いですね、その分ジムで走ったりとかしないといけないですね。へえ、面白い。なんかあのまず怪我がないっていうのもすごいいいことだなと思うし、まあ、それだけのちゃんと練習もしてるんだなって分かったから、あの
まあいろんなことがあって後からあのデビューの方から聞きたいんだけども、はい、今のそのなんつうのスタイルになったっていうのはさ、はい、すごいよね。あれって誰に教えてもらったの？そのラム会長のスタイルですか？うんうんうん、あれは、うん、特に誰に教わったとかはなくて、うんうん、もうラム会長が誕生した時点であれでした。そっか、ラム会長はの話に言っちゃっていいかな、はい、ごめんね。どこでデビューしたの？どっかの団体？はい、私がずっと所属している暗黒プロレス組織トリプルシックスっていう、はい、団体がありまして、そこからずっと所属でやらせていただいてます。あの団体っていうのは誰かの団体なんだ？はい、一応その団体の代表の選手が音量という、音量さん、はい、私みたいにこの白くて目の周り黒いお化けの、あ、男性、はい、男性、男性プロレスの、はい、なので、うん、うちの団体は男子プロレスなんですよ。あ、そうなんだ。女子が私しかいない。一人なの？はい、環境でずっと小学生の頃から、うん、小学生だからデビューが小学生、元祖、一応元祖、元祖小学生、はい、小学生レスラーですね。だって今ね、あの、まあ、多分成人してるんだと思うんだけども、はい、それよりも小学校だったからもっとちっちゃかったってこまめっていうか、いや本当に、うん、本当にこまめでした、うん、だから当時も、うん、当時からちっちゃい方だったから、うん、なんかお客さんとかも余計年齢がわからない、うんうん、そうだよね。なんか下手したら幼稚園生ぐらいの小柄さだけどなんか口は達者だし、うん、みたいな、うんうん、あ、そういうキャラクターだったんだ、はい、当時はとにかく毒舌、今以上に毒を吐いて、吐いて吐きまくるみたいな、うんうんうん、大人に対して生意気なことを言うという感じでやってたので、今より全然悪かったです。あ、本当、その小学校の時にデビューした時はもうそういう悪いこと言う子だったんだ、はい、だったっていうことだった。悪かったです。その666っていう団体にはどうやって入ったわけ？まあそれはいろんな、まあご縁というか、うん、まあやってみなよ、これだけです、うん、その男の人たちが、はい、やその小、ね、ちっちゃい子に対、小子に対してサーカス団に入ったみたいな、うん、そういう感じですかね、簡単に言えば。それまではプロレスって見てたの？はい、見てはいたんですけど、うん、すごく自分でやりたいとかまではなくて、うんうん、でも身近にはあったものではあったの。あ、はい、見てたんだね、じゃあ、はい、まあ、嫌いではなかったんですか？はい、嫌いではないけど、いわゆるプロレスラーに絶対なりたくて、ね、誰々選手に憧れてっていうのは一切ない、うんうん、なかったんだ、はい。そのラム会長のその小学校の時にデビューした時は、女子プロレスとか、まあ、男子プロレスは新日本とかやったと思うけども、全日本とか、あんましテレビとかで見る機会もなかったのかな？あ、そうですね。まあ、今よりは、その、いわゆるインディーのプロレスが盛り上がってた時代ではあったと思うんですけど、うん、でも、それでも、やっぱもう地上波ではそんな、下火というか、っていう時代ではありましたね。あ、そうか。じゃあ、あんまりその女子プロレスもがっつり見てたわけでもなく、はい、なんとなく、じゃあやりなよって言われて、やろうかなっていう。うん、なんか任天堂 DS 買ってあげるからやってみない？本当にこれ本当に実話なんです。もうじゃあやろうかなみたいな、やってみようかなから始めました。それはそのもらあのあげるからって言ったのは、その666の、はい、その音量のさ、はい、代表たち、大人たち、悪い大人ですよ、ね、小学生にね、ゲームあげるからプロレスやってみたいなって言って、でまんまと引っかかってアメリカにまでいますからね。ね、今ね、だからそれは良かったよね、ゲームに引っかかってくれてね。はい、その、でも小学校5年生でいきなり、じゃあやるよってなった後、そのいきなりできるわけじゃないでしょ、その。そうです、だから。格闘技とかもやってたの？いや、あ、新体操、体操教室には通ってたので、なんか最低限のマット運動とかはできたんですけど、うん、でも別に特に何、うん、すごくアクロバティックなことができる生徒でもなかったので、うん、ただもうそれこそ今と一緒ですけど、もう今度入場じゃなくて、当時は口で攻める。その時はね、ちっちゃい時はね、もう、うんうん、だから口でずっと大人に対してひどいことを言って言ってました。でもさ、あの口でやるって言ったってさ、やっぱり普段から悪いこと言ってないとさ、いきなり悪い子になれないじゃん。悪い子だったの？